はい、リップアップの岩崎ですよ。ね、リエちゃん。こんばんは。今日はこの角度。今日はちょっと経理してたからね。別角度から。そう。はい、また真っ暗になっちゃった。早いですね。早いや最近。あそこもう6。まあ言って6時やけどな。黙々と作業して、暗くなるっていうの。毎週繰り返すみたいな。今日は、ちょっと飾り巻き、ガイドを、スレッドで、黒いスレッドで縛り付けて、最後、飾り巻きをしたゴールドをね、ひげを切ると優しくね、はい、カッターの、刃で優しくもう刃当てるだけプッとね、そうすると綺麗に出来上がると。これもね難しいんですよ。本体がパラパラって切れたりね、あまり強くやっちゃうと竿に傷がいくから神経質になってやらないといけないと、そういう作業でございます。これは、滑りが良かったので、さっきもちょっとグリップの方がもう外れてました。ああ、そうやな。竿によっちゃあのツヤありはマシやね。結構締まり、うん、あれなんやけど、マットそうマットは滑るね。巻いてても、それはもうビルダーあるあるやわ。もう何回もやり直す。しゃあない。もうあのそうすれてやって自分でやってるし、もう腹立つな思いながらも黙々と直すっていうやつな、みんなあるよそれは。職人あるある、もうしゃあない、誰にも言えん、言ったところでやしって、一生懸命やり直すみたいなね。いやーもう残り一月になったよ、リエちゃんよ、早いな。2019年、今年も1年頑張ってくれたし、また来年もよろしくお願いします。こちらこそ。皆さんな、仕事待ってますやからね。ほんまに、いやほんまにあれよ、もうなかなかうちも、はい、うちもじゃないけど、もう琵琶湖もバス簡単に釣れへんから、もう、ね、そうほんまに難しいから。仕事をいっぱいもらって生きていかないと。来年も頑張るけど、お前で。なんかもう残り一月やな。だけど、なんかリエちゃん的にはやり残したとか、なんかないの今年2019年。あ、これもうちょっとしときゃよかったな、みたいな。なんかもうあっという間すぎて。あっという間やな。今月特になんかいろんな。うん。なんなりな。あってな。来年も引き続き。死な間に時間があったらつやるなあ、早いな。最近あの本職の方は手がちょっとおろそかになって、いやいやそんなことないやろ、言うてやってるし、うん、頑張ってね。表具屋としても頑張って。あとな、そんなんそうやで、まあまあ表具屋として頑張って頑張って、うん、行こう。まあいろいろできるもんはやっていってね、うん、と思う。俺もそう思うもん。なんか45歳にして YouTuber 化してるからね。やるつもりなかったし、2年ぐらい葛藤の中今やって、もう吹っ切れてるから。吹っ切れてるから。いやいや、そう、まああのまあそれぐらいあの生きるの大変だから頑張ろう。何でもやるね。はい、いい感じで言ってて早くできたよ、はい、素早くやっぱり、はい、うん、器用だね、りえちゃん、うん、頑張ります。はい、こんな感じでね、ちょっとアップがこれ、あ、いけた、ね、うん、綺麗でしょ。はい、こんな感じで、はい、はい、うまくいけたと思います、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそう、チャンネル登録してね、はい、お願いします。じゃあねー。